FM 祈祷湾をお聞きの皆様、おはようございます。7月25日月曜日時時、時刻は10時16分を回りました。この時間は占いをお届けします。新しい一週間が始まります。 今週の運勢はどうなっているのでしょうか。7月25日月曜日から7月30日までの運勢を十二星座で占ってみましょう。お羊座。運気が停滞しています。意欲は,ある,意欲はあるのに行動に,出す行動に出ようとするとタイミングを外して空回りしてしまいます。自分の力が発揮されない歯がゆい1週間になりそうです。 対人運も、今日を、気境を混合しております。人とは上手に使える、付き合えるのに、肝心なところで誰かの足を引っ張ってしまう、そうという展開がありそうです。今週は、地道に、慎重に、が、いい結果を招くことに。続きまして、おう座。古い縁に目を向けて欲しい時期、旧友の復活、長く付き合っていた知り合いと、 急激に親しくなる出来事が起こるなど長く続く縁の大切さを実感することになりそうです家族とのつながりが強くなる経験をすることもありそうです今週は新たな出会いよりも身近な人との交流に目を向けるようにしていきましょう続きまして双子座人と話したい時に限って誰も捕まらないなど孤独感を感じやすい星の配置です 今週のあなたには人と自分を比べがち、恋愛がうまくいっている友人の幸福そうな SNS を見て、どうして自分だけという気持ちになってしまいそう。今週はお一人様が吉自分の好きなことをしているうちに気持ちも運気も好転していきます。続きましてカニ座運勢は第1位。相思相愛の運勢。これは恋愛だけでなく、 信頼していた友人との絆が深まったり、親しくなりたいと思っていた人から信頼を寄せられるなど、人間関係でハッピーでハッピーなサプライズが起こりそうです。また質のいい人脈も得られる暗示も、人が集まる場所に幸運が潜んでいる運勢です。続きまして双子座。親分肌が強まる上、 人が良くなりすぎているようです。頼られること、頼られると無理をしてしまい、してしまいがち。しかも今週、あなたにとってやってくるのは善意の人ばかりではない様子。お願い事をされたら本当に受けるべき内容かよく考えて、本人でもできそうなことだったら断るようにした方がお互いのためになりそうです。続きまして、乙女座。運勢第3位。 問題解決の運勢今週のあなたはポジティブでオンオフともに前向きに物事を捉えられる運勢です。今まで悩んできたことも解決の糸口が見え自分なりに納得のいく答えを出すことができるでしょう。すっきりした気分で毎日を過ごすことができそうです。続きまして天秤座運勢第2位自分が何をしていきたいのか はっきりと将来像が見えてくるように、同時に独立心も湧いてきます。一人が、一人暮らしを考えている人は具体的な計画を立てましょう。また、あなたのその自立心が周囲の人にいい印象をもたらすようになりそうです。続きまして、さそり座。コミュニケーション運に波があります。そのため、対人トラブルが起こりやすかったり、 情報が混乱しやすい運勢になりそうです。今週心がけたいのはオンオフともに約束事は細かく確認すること。メールや SNS を発信するときも内容に気をつけていきましょう。続きまして、いて座。今までの方法が通じない、そんな力不足を感じる出来事が増えそうです。とはいえ、 成長のために何をしたらいいのか、その答えをなかなか見つからない、というもどかしい状況に。今週は学ぶことがで、学ぶことで行き先が見えることに。人に助言を求める、自分が求める答えが載っていそうな書籍や情報を集めてみる、そんな行動が開運に。続きまして、ヤギ座 良いい縁を招く鍵はフェアな関係を築くことお互いを助け合える相手といい縁が生まれることになりそうしかし今週のあなたは人を頼るより何でも自分でやりたいと意地になりがち頼ることは相手を信頼している証弱い面を見せた方が絆が強まることになりそうです 続きまして水がめざ周囲のトラブルに巻き込まれやすい運勢が入ってきていますトラブルメーカーに要注意趣味や仕事の派閥争いに巻き込まれると面倒なことになりそうです不穏な気配を察したら傍観者の立場を貫きましょう勘が鋭くなるのでいち早く察して動けそう プライベートは詮索してくる人も、プライベートを詮索してくる人も避けるようにしていきましょう。そして最後はウォザセンスアップするとき、センスアップするときです。おしゃれにも関心が出てきますが、特にアーティスティックな感性が鋭くなりそうです。写真を撮ったり、ブログで文章を綴ったりと、 自分を表現してみましょう。意外な自分の才能を発見することになりそうです。自分の世界を広げることが運気アップにつながります。SNS などネットを通じた交流も基地です。 皆さんいかがでしたか運勢は自分次第で変えていくこともできます。皆さんの行動次第できっと素敵な一週間になります。以上「占いの時間」でした。皆さんにとって素敵な一週間になりますように。